気ですか？さんとの運命の出会い、ほんと小北に入ってよかったと思ったぜ。ところがどっこい、そうは問屋が下ろさなかった。春子ちゃんにはちゃんと好きな相手が。家が近かったからな。なんちゅう理由じゃあったのかね。そして両南との練習試合が桜木花道にとって初めての試合だったのよね。おい仙道、これは俺が倒す。足引っ張るんじゃねえぞルカは。それはおめえの方だ赤木、貴様には負けんぞ。よし勝負だ魚住、行くぞみんな。ああ桜木、バッシュを履いて登場。インターハイ県予選に向けてうちもぐんと気合が入ってきた頃だったな。問題児の宮城がバスケ部に戻ってきたのは、宮城がバスケ部に戻ってきたのは、ところが亮太が戻ってきたことでバスケ部最大の危機が。ぶっ殺す。やめて桜木くん。いつまでも過去にこだわりバスケ部を潰そうとさえした俺だったが、自分の気持ちをごまかすことはできなかった。安西先生、バスケがしたいです。そしてついにインターハイ県予選を迎えたのよね。初戦の三浦大戦ではやってくれたわよね、桜木花道が。くらえ天才ダンク。出たー脳天ダンク。まさに衝撃のデビュー戦だったな。おまけにご反則退場と来たもんだ。ドアフォー。続く2回戦3回戦も100点ゲームで圧勝。ところが次のつくぶ戦が。そう、つくぶの南郷ってやつと春子ちゃんをかけてバスケ勝負になったんだよな。なんだと。知らなかったわ。桜木、お前というやつは。ああ、いや、そう、硬いこと。こら、メッシュザル。黙れ、大丈夫男。春子ちゃんは俺がもらった。もう許さん勝負だ、南郷。見たか、南郷、愛は必ず勝つ。くそ、俺もこれからは本気でバスケに打ち込むからな。覚えてろよ桜木。ふん、この天才バスケットマンの足元に少しでも近づけるように頑張ってくれたまえ。ああ、春子さん。こら、メッシュザル、負けたくせに春子さんに話しかけるな。しかしベスト8で満足してるわけにはいかなかった。次は決勝リーグ進出のかかった大事な試合だったからな。しかも相手は神奈川ナンバー2の強豪松陽だ。松陽との試合はすごかったな花道。おお、両チン、この天才桜木がリバウンド王としてのその名を轟かせた記念すべき試合だった。よく言うぜドアホーが。ああ、なんだルカは引っ込め。確かに松陽は今までの相手とは次元が違う。まさに正念場だった。今年こそ松陽が海南を倒してナンバーワンになる年だ。決勝リーグへ行くのはこの湘北だ。わあ！
ありがとうございました。藤間さんの涙は印象的だったわ。あれがバスケに青春をかけた男の涙っちゅうもんですわ。まだまだ青いな彦一、男が涙を見せるのは最後に勝った時だけだ。それが本当の男というものよ。さすが桜木さん、要チェックや。そして決勝リーグの初戦は海南大附属だったわね。海南大附属だったわね。なんだてめえは。桜木花見、ルキはこの俺だ。黙れ野猿。俺たちの敵じゃねえ。黙れ。湘北なんか俺たちの敵じゃねえ。黙れ中学科野猿。どうだ、てめえには負けねえぞ。湘北を舐めるなよ、マキ。容赦はせんぞ、赤木。行くぞみんな。はあ、チェース。あ、うーす。誰だよお前は。あの時は笑ったよな。今でもおかしいぜ。海南に負けて心機一転、坊主頭は桜木くんなりの決意を表現したのよね。さすが春子さん。なんせあと1回でも負けたら終わり。崖っぷちだったもんね。最高。俺も必死でゴール下のシュートを練習したよな。竹里戦に寝坊したのはどこのドイツだ。それを言うなよミッチー。竹里には圧勝したけど、いよいよ最後の陵南戦を迎えようという時に、ああ安西先生が倒れるというハプニング。ぐらー。海南が17年連続優勝を決め、全国への残る椅子は一つ。うちと陵南の試合で勝った方がインターハイ出場だった。仙道、今日こそてめえを倒す。そして福ちゃん、てめえとも勝負だ。見ててください先生。手を合わすな。生きてる。行くぞみんな。おお。俺たちは勝ったんだ。鬼の目にも涙、いやゴリの目にも涙だな。バカだり、汗が目に入っただけだ。本当よかったねお兄ちゃん。引退する俺の分まで全国で活躍してくれ赤城。お前も日本一の板前目指して頑張れよ。親父の言った通りだったぜ。でも病院で胴上げしたのはちょっとやりすぎだったんじゃないかしら。さて、いつまでも喜んでる場合じゃないぞ。もうこれからが本当の勝負だからな。インターハイでの活躍を期待してるぞ翔吾。一回戦で負けたりしやがったら承知しねえぞ。任せろ、この天才桜木が全国でも暴れまくってやるぜ。楽しみにしてるぜ桜木。さあ今度は全国制覇だ。行くぞ。Thank you.